今日は外ロケの日です。何時？9時ぐらい。9時です。はい、今日はどこに行くんですか？皆さん、スノボと聞きましたが。スキーと聞いたけど。僕もスキーだって聞いたよ。なんか今こちらのパンフレットがあるんですけども、よいしょ、名産に関する。玉子先輩、漢字読めます？素人ごめん。おお、すごい。かっこいいよ、字熟語はわかるよ。うん、中二病だな。今日は素人ごめんに行きます。はい。車どんぐらいなんですか？車で4時間ぐらい。5時間かかるって。そんなにか。はい、というわけでね、5時間の車旅を今からスタートしたいと思います。はい、じゃあ現地までお前ら行くぞ。お腹すいた。早くサービスエリア行きたいよね。サービスエリアどこなんでしょう？長野と東京の間でしょ。うん、長野ってどこにあるの？静岡とかの近く。静岡ってどこにあるの？ちょい下？下じゃない？左側。ちょっと大阪行かないくらい。島根を拠点として話してもらっていい？わかんないから。わぁ、美味しそう。うまっ。柔らかっ。ステーキじゃん、これじゃん。やっと着いたね。いやー、長かった。長かったね。長いしね、眠いし寒いしね。なんか一人いないんですけど。あの、一人ですね。なんと着いた瞬間にもう眠ってしまいまして、起きて、タマコ起きてって言って、うなうなじゃないの。うなうな。ってことはタマコのね、体だけ持ってきました。体だけね、タマコ入ってない状態でね。え、さっきどっちにどこ行きました？なんか何にも持ってきてない人たちがいたので、ワークマンに寄りましたね。煽ってんの。てめえ経験者だからってなんか調子乗ってんな。何にも持ってない人たちがいたので。今めいちゃんが被ってる帽子は自前の帽子？そうです、これは私がいつもその後で使ってる帽子。手作り？そんなわけ。ご飯うまですか？ご飯ご飯と一緒にビールもお願いします。さっき飲んだよ。さっき飲んだよ。笑さないで。カキピーまで用意して何しに来たん、ここに。酒飲みに来たんですよ。違う、滑りに来たんだ。滑れます？滑れるわけないよね。ポアでもスノボは1回したことあるけど、6メートルだけ滑って終わったね。1日かけて。みんな雑魚か。頑張りましょう。明日は頑張りますか。じゃあ明日は早いしね。リーダーいないけど、さっさとご飯食べて酒飲んで寝ますか。よし、じゃあ明日も頑張りましょう。骨の髄まで染みるわ。あ、ここまでおっぱい大きくなった。